山森、はい、今日その3周年、はい、で、まあ、楽屋が結構盛り上がってるな、はい、結構盛り上がってるのは嬉しい。ああ、まあそうっすね、嬉しいっす。ここ誰の劇場？俺の劇場だから嬉しいっす。あ、お前劇場メンバーちゃうやろ。劇場メンバーや俺の劇場、俺の劇場なんだよ。俺の劇場っす。え、19期ですよね、ニュージーガスのリサさんは。はい、19期ですよ。19期っすよね。え、その誰の劇場だと思います？ここですか？はい、まあ、難しい質問ではありますけども、ナウンセールパナーですいや、そうですよ。パナ、はい、そうですよ。もしくは前数。いや、そうですよ。ちょ、前数、はい、あの今マムさんがトーキック、トーキック、お前劇場メンバーちゃうやろ。俺劇場メンバーやし、俺の劇場や。え、山森ここ誰の劇場？俺の劇場や。トーキックこれ成立するってことは俺の劇場っすわ成立してなかった俺らも圧倒されてた確かに、トーキックに一言も喋ってなかったです、19期の先輩がトーキック後に何でも入っていける自信はあったけど、トーキックだけにはでも圧倒できるくらいだから。あ、じゃあ前数の劇場だな。俺の劇場っすよ。俺の劇場って言え、カメラ回ってくるまで入っていけ。そういうところがまだお前の劇場じゃないのかもな。俺の劇場や。いやいやいや、俺の劇場だよ込みで俺の劇場見せんな、あんまりそういうダメだ、彼はやっぱあの、なんか前回この楽屋の時に載ってたんですよ、動画に、マムさんの剣玉。ああ、確かに。あの楽屋の YouTube のあるじゃないですか、これ乗るやつあるじゃないですか。ああ、乗ってたよ。あれ乗ってたから、じゃあ成長見せてあげたいです、ね、成長。はい、前回ここにすら乗らなかったです。いや、そうですね。どうぞ。乗ってないっちゃ。あ、いいよ。緊張してます。だ低いから、その前回も言ってるけど、その低いんだよ。おー、あー、まあ、おー、おー、おー、何が見たいですか、じゃあ。あの、あれですよ、グーンでビャンのやつです。あれは、もうやらないです。なんで？じゃあ、逆にします。じゃあ、あ、逆にします。これはかなり難しいです。おー、すごい。いや、じゃあその逆が見たいから。なんか勝手に逆にしてるけど。あと低いっすね、全体的に。マムさん、もっと画角上のとこで。低いとか言われたらできないよ自分の位置で練習してんだから。泣きそうなってきてる。だからなんか、なんかもうやめてよ。だからマムさんのその感じでけん玉下手なのマジで冷めるから、なんかちゃんとやってほしい。そういうの、じゃあそれじゃないっすって。じゃあこっちは低くないとできないんだよ俺もう。じゃあこっちも追いますから、ちゃんと成功させてください。いじめないでよ。いや、まあこっち大好きだ。まだまだ何ができるの？冷めるわ。けん玉できないの冷めるんだよな。確かに確実に言われすぎて。みんなワード、みんなごめん、俺が頑張る。いや、マムさん悪くなかった。いや、その感じでけん玉できないからあれ、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 けん玉のすげえ技見せろって監禁されてるんで、あれで混ぜてないわ。いや、まあ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 、こんなにあったのありますもんね。そうそう、ちょっと紐見せる。あー、紐見せる。ちょっと紐見せたいわ。やっぱあるんだ。おー、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 おー。あ、どっか行っちゃう、どっか、マムさん止めて、どっか行っちゃうか。止めるね、けん玉上手い人だから。あー、ちょっと待って、何今の、何今の。すごいな、わかる。でも、ギーさん、あの、低いから映ってないですよ。これ言うんですよ。前が追えよ。なんかトラック通ってるけど。高いところでやらなきゃいけない。うわ、トラック通り過ぎてる。すごっ。実はトラック、けん玉2段持ってます。え、マジで。え、トラックもできんの？うわ、ちょっと待って。トラックけん玉。トラックなんか見せてよ。トラックけん玉見せてよ。トラケン。トラケンや。トラケン。早い早い。何が起こった？タッチ柔らかい。何が起こった今？世界一周。世界一周です。うま。レザータッチ。何がかっこいいの？ちょっと分かんなかった。すごいな。おお、
ジオラメッシやん、もしかめや、危な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 、けん玉の殺人初めて殺人やろうかな。いやなんかもう、いや、ナベさんのタッチも柔らかい、柔らかいわ。あ、そう、あ、すごいの分かるわ。え、さっきのペンサーしてきた、かっこいい。親指風車、親指風車、親指風車。おお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 やったー、すごい本物が、メッシからけん玉もらいました。カメオから行く、カメオから行く、カメオから行く、気持ちいい、似合うな、やっぱカメオが持つおにぎり似合うな。そんなあれ、そんなに持つ前より小さくなってあれ、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 あ、やっぱ卑猥やなと思ったエピソードとか卑猥だなと思ったエピソードは、うん、なんだろう、その歯並び、歯並びが好き、はいはい、で、その、もうそれ好きすぎて、うん、かじった歯型で、うん、いいね女の子がかじった歯型でいいねってなる。さすがわいせつ漫才で有名なお豆腐のわいせつ漫才のお豆腐だありがとうございます。逆でもないだろ回しました。なんで回すねこんな二人を選んでます。神保町から3周年、はい、差し入れいただいて、あ、いいですね。お前打ったサイズ感わからんのよ。ずいぶんとちっちゃいものですよね。無償に見えちゃう。いや、ほんまにちっちゃいよね。上がってない。上がってない。神保町モニタリングという楽屋風景をお届けする企画でカメラを置いているということでみんなを撮っていきたいと思います。しきりめっちゃロケや。MC のエルフ荒川です。カメラマンしましょうか。 ありがとう。いや、ちょっとまずは深夜、はいはい、神保町3周年です。あ、3周年おめでとう。おめでとうのトリプルピースそんなんないやん、これいや、ハッシュタグみたいなやりたかった。いや、これ、はい、あのダイヤモンドやがな。キラ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 。違う、俺に言ってるの。そんなんやめろ。やるだなそんなんちゃうやん。おーこれやろ、これでしょ、神保町って。そうなん、そうですよ。へこんじゃったやんけ。前の大阪よ、大阪よ。様子がおかしすぎてへこんだやんけ。大阪満喫に入れなかったファニーやん。さっきさ、なんかもっとさ、仲いい感じで喋ってたからその感じで動画回せたかなと思ったらぐちゃぐちゃなってやがな。違う、あの動画回ってみんなが緊張します。汗かいてます急に緊張してます。次ですか。次じゃあ吉野さん。あ、今から今からドン兵衛ですけど大丈夫ですか。猫大やけ。あ、でももう関西人ばっかりよ。お前や。神保町さん周年です。ありがとうございます。もうね、おねしょの心配がなくなる年齢になってきましたね。3歳3歳。あ、そういうことか。はい、あ、ごめんなさい、カンニングくて。あ、全然全然、はい、おねしょしてたんや、神保町。はい、あ、神保町おねしょしてたんすね。してましたね、いろいろね、いろいろ外を待ってましたけど、僕ら安定期に入りまして。なるほど。安定したあのお笑いを届けれると思いますので。わかりました、ありがとうございます。わかりましたって言える。わかりました。あんま気合わないですけど、動画でわかりました。一発目分かってなかった。素敵じゃないか、大好きだということで。お腹いっぱいやで、ね、バレー大好きみたいに。深夜桜井、桜井、桜井、あなた大変でる。あれ
カップル？あれ？あれカップルが神保町3周年なんですよ。こんこんにちにち。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ゆいです。つばさです。ゆいつばカップルです。ゆいつばカップルが来てくれました。ゆいちゃん片乳だけでかい。マジ、さちちしか育たん。出た。何それ。さちちしか育たんやん。そうですか。カタンみたいに。育たん。さちちしか育たんやん。うちち頑張り時。どういうコンセプト？いやごめんなさい、すいません。片方でかい。妻が怒ってる。あ、妻さんが怒ってる。B でお相撲さんやってて、どこの部屋にも所属しないよって。マジ応援してあげて。あれってこう、弟子、師匠弟子の。ゆいが支えてくれてる。のらりひきしおんの。そんなん聞いてないんですよ。お相撲さんで弟子とか師匠とかの関係じゃないですか。ゆいが支えてくれてる。そんなん聞いてんじゃないんですよ。あのお相撲さん会話ができん。ねえ待って、他のギャル見ないで。あ、ごめん。やきもち焼いてる。あー、やきもち焼いてる。まあ愛の形はそれぞれですもんね。締めれた？締めれてるそれ。ありがとう。神保町。やばい。喘ぎ声が。やばい。喘ぎ声に。串野さんが食いついてる。篠さん、はい、今喘ぎ声聞いてモニターに駆けつけてたでしょ。喘ぎ声聞いてエロいことしてると思ったちゃうって。いやそうや。いやいや、その山ワンのネタやなと思ったから見たんです。あ、そう、 AV 流れてると思って行ってない。なんだそれ。じゃないです。思春期ムーブしたでしょ。めっちゃ近かった。でもよくネタとか見てらっしゃるなっていうのは。なんで来てるの？思ってたけど。また見てる。また見てる。喘ぎ声でまた見てる。このネタ。ほぼ喘いでんねんか。これを。受けてんな。優しいじゃん。神保町3周年です。おめでとうございます。いや、戻ってきて。よろしくお願いします。ゴルマイヌです。お願いします。笑顔。いや、変態コマ犬の篠田さんでした。結構言ってますね。一週間に一回ぐらい。一緒だよ。でも見たことない顔が。見たことない顔。知らない後輩。誰ですか？芸歴45年目、ほぼ半地下芸人、メタリック吉岡です。ちょっと。そんなんじゃなかった。そんなんが欲しいわけじゃなかった。じゃあ私も何でもいいんちゃいますの。ごめん、じゃあ私もごめん、自分も名乗らずに。あ、すいません、ちょっとごめんなさい。芸歴2秒の、プチトマト、レナです。そうです、おかい。すいません、ほんまに誰ですか？仕事したて。書類出したて。ガチでガチで。じゃあほんまお願い。ほんまにちゃんと名前教えて。はい。芸歴2目のボニータの笠原です。ボニータか。髪切った。ほんまに気づいてなかったです。全然雰囲気めっちゃ変わった。あ、そうです。結構バッサリしました。メガネもこんなんやった。バッサリバッサリ言ったんですか。あ、バッサリか。メガネもそんなんやった。メガネもこんな感じでした。うっそ、こんなんやったみたいな。全然覚えてないやないですか。ごめん。よろしくお願いします。お願いします。神保町3周年なんで、はい、3周年ありがとうございます。後で手ぬぐい送ってきます。はい、手ぬぐいプレゼント。ちょっとアイス買おうか迷ったって。じゃあ長見くん。俺しのぶ。はい、これ荒川さんのコーナー。ちょっと待って誰も。いや、みんなやってますよ。荒川さんやりたいんや。そう、永見くんがずっと撮ってくれてました。だからありがとう。すごい。はい、あなたは何をしてましたか？僕はケータリングをもぐもぐ食べてました。美味しかったかい？おにぎりちっちゃ。ちっさ。ちっちゃ。これ俺がでかい。どっちか。お前がちっちゃいこれ。グラフィックバグみたいな。わあ。意外とあったな。おっ。僕の笑顔でみんなの笑顔をパーマスンだ。歯切れがあるし。わかんねえ、教えろよ。
だから僕の笑顔、じゃあ増田の笑顔でパー、みんなの笑顔が増すんだ。パー、いやだからわかんねえよ俺マジで、これ何増田の笑顔でパー、みんなの笑顔が増すんだ。増田の笑顔でパー、みんな笑顔で増すんだ。じゃあみんなの笑顔が増すんだ。何でもいい、その手に派ちゃんとやれお前。何でもいい、お前って言ってるな。だから何だから最初パーじゃないんだって。何、マスダの笑顔でパー、みんなの笑顔が増すんだ。最初パーすんだ。マスダの笑顔でパー、みんなの笑顔が増すんだ。次で何があんの。じゃあ最後これだと結局自分になってるから増すんだです。何これ増すんだよ。僕の笑顔で、違う違う、だから増田の笑顔でじゃないと増田が分かんないって。あ、いきます、うん、増田の笑顔でみんなの笑顔が増すんだ。できてどうすんだよ。 OK、 何が OK だよ。 OK、 一個も仕事増えねえよ。おもろおもろ。先輩の仕事ますか。これレックって出てるわ。取れてますよ。あ、取れてます。赤いの。はい。ああ、じゃあポケットチーフの畳み方を。いつもやってるのは TB ホールドと言いまして、 TB ホールド、そう、こういう風に畳みます。あ、で、こういう風に押し込む。こうですね。あ、結構シンプル。そう、これは、どんなところでも、あ、結構フォーマルなところでもいける、畳み方ですね。こういう風に出して、王道な、はい、で、最近私がやってる畳み方なんですけども、あれやな、バラこういう風にやっていきます。山折り谷折りの山折りをいっぱい作っていきます。にと、こう作ります。リボンみたいな、はい、で、これをこう、こうで、このままこう、そのまま入れちゃう。そう、入れちゃう。最高でしたね。で、このぐしゃぐしゃのところを整えて、こういう風に、おお、やつですね。これはパーティーとか、カジュアルなところ。ありがとうね。次回は綺麗なネクタイの作り方。クリアでーす。はい、いつもやらせてまーす。悪い印象ですか。ペンペン取ってもらったこと、ちょっとそれでやってくれるって。水物の光景で、いつもじゃない。こんなんさしてません。ブロックの埃をいつも取らさせてもらってます。そんなことさしてますね。そんなん絶対させません。埃があったら手伸ばしてもらっていいですか。はい、あー、ありがとう。怖い、いやいや、ちょっと悪い印象つけんなよ。比較的怖い。比較的優しいです。大阪から来た先輩にしちゃ怖い。いや、優しいわ。優しいわとかも言いたらいい。あ、お願いします。トモヨ、何だったとしてもこれ毎度来てる。だからあなたがいるんだ。
いやこれはいい。3周年最初に作ったの3年前。3年前作ったやつ。